周南バイパス上空画像国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成周南バイパスは山口県下松市から周南市に至る国道2号のバイパス。かつての国道2号は旧徳山市の市街地を貫く形で通過しており通過交通と市街地内で移動する交通が複層して渋滞が激しい状況となっていた。 特に、旧国道188号と交流する園、石交差点は、当時1日3万台と交通量も多く、かつ変形交差点であるため、渋滞、交通事故多発地点となっていたこともあり、これらの解消を目的として、市街地の北側を通過するバイパスが建設され、1975年に開通。1983年8月28日には、 全線の4車線化が完成した。旧道は現在山口県道347号、下松新南陽線となっている。バイパス名称は沿線地域の名称である周南地区に由来している。バイパスの開通後に沿線で高段住宅などの宅地開発やロードサイド店舗の進出などが相次ぎ、現在では周南市街地を構成する主要道路の一つとなっている。 一方で、当初より4車線で計画されたが、交通量の増加や、周辺の市街地下の進展に伴い、国道315号交点である三田川交差点を中心に渋滞となっている。このため、国土交通省は、三田川交差点の立体交差化を含む、周辺約 3.5km 間の道路改良事業、 集南立体に2008年度より事業着手し調査設計を進めていたが、2017年当初、予算より予算形状が見送られ、2018年に平面での車線拡幅工事が完成。2019年3月に開かれた山口県道路交通渋滞対策部会において、立体交差化の根拠であった同区間の渋滞の解消が報告された。なお、 東バイパスに並行する旧道は、最大6車線であり、バイパスより、車線数が多い区間もある。2005年度平日24時間交通量現在は、山口県道347号田松、新南陽線と山口県道366号、徳山田松線の交差点。衆議院会議録情報第056回、国会交通安全対策特別委員会第4号より、 ハット AB、平成29年度当初予算事業実施箇所、山口県、2021年2月27日閲覧。ABC、渋滞、車線拡幅で解消周難の三田川交差点、検証結果、山口新聞港山口合同新聞社、2019年3月16日、2021年2月27日閲覧。ありがとうございます。